点眼と点火します。ね、入ったね、嫌がんだよね。はい、あとお目目ね、お目目、頑張ろうね。V 視線からも入るってことなんで、はい、はい、行こうね、病院行こう。はい、はい、はい、お注射からね。あ、その時は持っててもらって、こうする元気はある。どうしましょう。やっぱ刺すときは痛いですね。痛いですね。痛くないときに刺されば痛くないですけど。はい、頑張ったね。なるほど。飲みたくなってきました。飲みたくなってくれば、まあ、時間がですね、公園の可能性も少なくなってくるんで。よかった。さあ、あと、今11時半ぐらいですね。ちょっとあと、12時からミルクにします。ママさんと二人でちょっと、頑張ってみます。ちゃん、ここ自分で登ってきましたね。よちよちと。よしよし。ちょっと待っててね。今入れてあげるかね。よいしょっと。まあ久しぶりに天気予報ではもうすぐ曇りだったんですけど、晴れて、でママさん休みなんで、ちょっとずっとできなかった。いろんな家のこととか。預け荷物の、支援物資の整理とかですね、してました。まあ、車から降ろすこともできないぐらい、もうちょっと雨がずっと降っててですね、大変でした。でまた明日から雨らしいですね。よし、もうこのまま行っちゃいます。でもうこれ戻ったらすぐに、ちーちゃん、2日ぶりぐらいのミルクですね。ちょっと今日はやっぱりもう点滴だけじゃもうあと2日ぐらいしか持たないだろうっていうことなんで、まあ、ママさんと2人で1時間ぐらいかけて頑張って、10分は飲んでもらおうと思います。来たね、来たね。いやー、日差しが一気に来てますね。あちゃ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 ちと走っていきますね。まあ、今朝はスイカちゃん帰ってきてくれて、まあ、よかったですね。まあ、なんかちんまりしてますけど、だいぶ慣れてきてですね。あら、いない。はい、痛い痛い痛い。風が入ります。この方向から風が吹いてます。だから風切り音はすごいと思います。多分
ちょうど12時です。心地よい。エアコンの方は、エアコン止めたのお母さん。エアコン止めた状態でこれなら、まあ、今日はちょっと心地よいですね。私はついてるものだとばっかり思ったら、なんか止まってますね。寝とと思います。さあ今からおちびさん連れてきます。ちょっと見苦しいですけど、最初、1本ぐらい自分がちょっと開けてみます。ママさんが撮影することになります。まだもちろんまだちょっと、今明かりがついてるんで口呼吸になってますけど、吐きは出てきました。もう口呼吸大変だったので口呼吸でもぐったりしてたんですけど、横隔膜もまだ動いていますけど、はい、まずおしっこから出します。さ、カメラはママさんの方に変わります。はい、チコ中ね。チコ、おチコが出てればやっぱりその保液の量は今の量で足りてるという判断でいいという。お腹はぺったんこです。もうなので、結構ですね、では痛いですね。薄いこんな色の感じです。これはもう小液しかないんでこんな色で、内臓というかですね、消化器の方は問題ないと思います。はい、じゃゆっくりね、ゆっくりね、下向きの、初めて牛乳ね、ミルクね、初めてミルクね、いいよ、ちょっとこの状態にしてあげてみますね。見てください、そう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 、はい、よし、オッケー、よ、あ、ちこっちまっちょ、よし、よし、大きいか、苦しいね、これね、この苦しいなら、こっちで、ですね、50分かけて、一応4グラム飲んでくれました。25分で飲んだので半分目標ですね。ちょっとゆっくりゆっくり、あ、一応1時間ぐらいかけてみようかなと思って飲ませました。で、鼻からはもう一切出ません。出た、おしっこ、あ、おしっこもされて出てきましたね。うん、よかったよかった。出た、はい、もう出ない、うん、よしよし、
聴覚いてあげてください。目薬なんでちょっと首根っこつかみます。まず目薬から、目から、 目そのものは綺麗なんですけど、やっぱり前もお話しした通りですね、あそこに入った。よしよし。OK、入った。ね、お口癖で入った。もう反対側にちゃんとやろうか。よし。よし、入った。ねえ、やだね。はい、おしまい。ね、いいよ。帰ろう。入れるから、それ取んなかった。取ってよ。はい、お家帰ろう。上にかけてあったですね、毛布をもう入れるだけで結構ホコホコなんで、もう好きにしたいと思います。よいしょっと、お腹、あ、久しぶりにお腹に入ったね。はいはいはい、ママさんと2人で今1時間ばっかりですね。あー、でもよく飲んでくれました。まあ鼻はまだ通りは悪いんですけど、鼻を、まあ、もうこっちの口でですね、吸ってあげながら、口で吸ってあげるとやっぱり、元気が出てきますね。あと呼吸が収まってくれば、ちょっと回復の兆しが見えてくるかなと思います。おじさんたちはここで寝るよね。なんでマットがいいわけ、おじさんたちは。お散歩だったね、お散歩。はい、どうぞ、はいはい、どうぞ、気がついたらいいです。はい、今日も本当におやつです、焼きが強いですね。お皿の上で食べてほしいけどね。はい、ヨガになります。比較的、順調に。もう1時間かかるっていうね、もう決めでですね、やっぱりちょっと、ちいちゃんのミルクをあげる時間をちょっと変えていこうかなと、ね、ちょっと撮影でだから皆さんにミルクを飲ませてる動画がもしかしたらない動画が出ちゃう可能性もあるんですけど、まあ、まあそれよりはちょっと優先すべきは、また違うところにあるような気もするので、よいしょ、はい、どうぞ。ちょっと、また、送っていただいて、新しいなんかですね、ちょっと、中で確かめて、間違いないものだと、中だからなんで間違いないおやつだと思うんです。このおやつをいただいて、今それをですね、まあ、言いかけにかけてあげてます。ほんの少しなんですけど、それを食べてもらってますね。まあまあ、ともかく、あんまりうちは今までそういうのをしてないので、結構食いつきはみんないいですね。ああ、そういうバクバク食ってるな。ちょっと後でちょっと中身を確認します。まあ、おかかは、まあ、その、自分たちのところ、そうでもってるんですけど、やっぱ塩分がちょっとやっぱ気になるもんですから、どんな感じかなと思ってですね。で、一陣合わせてこんな感じですね。はい、すごい食いつき良かったですね。袋を確認したらささみですね。ささみ系ですね。はいはい、出ませんよ。誰？あんた出ませんよ。何言ってる？ちょっと出る。はいはい、どうぞ入って。あ、いろいろいっぱい作ったよ、お皿。はいはい、ポコちゃんもあるよ。おいでよ。はいはい、ウリもおいで。はい、帰っててよ。ピコー。ピコー、来たピコ、リコだね。ピコおいで、はい。
こはちょっとロイカナのですね、ムース、ムースじゃなくてグレイビーですね。あ、すごいや、クール。これにピルネの子猫用を混ぜてあります。送っていただいた中にもう5袋ぐらいあったんで、まあ、食うの、じゃあ後で機器の番号にもあげようね。いつもいろいろありがとうございます。助かります。はい、ロコちゃん、はい、ご飯だよ、ロコちゃん、キムチを引いたらすぐに来る連中が、ほんともなんか困っちゃうな、こいつらも。ロコちゃんのほうほんと、はいはい、はい、ロコちゃんどうぞ、はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、どうぞ、ロコちゃん、はい、どうぞ。はい、どうぞ、はい、はい、どうした、ロコちゃん、はいはい、食べてよ、ロコちゃん。あら、ロコちゃんどうした。はい、食べ始めたね、よかったよかった。まあ、こうやってみんな来て食べてますけど、もう最後までロコちゃん残るので、食べてればですね、食べてなくていっちゃうとちょっとあれなんですけど、よいしょと、はい、姿勢をちゃんとしてあげたら食べますので、
うん、よいしょ、はい、どうぞ。うん、昨日は夕方いなくて心配したよ。父ちゃんが優しいの分かるでしょ。なんでさ、人間だよ。いい音。そう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 。